レスリー・ビブはアメリカ合衆国ノースダコタ州出身の女優、ファッションモデル、ノースダコタ州ビスマークに生まれ、バージニア州ネリソン郡で育った。父親は彼女が3歳の時に亡くなった。後に彼女は母親と3人の姉と共にバージニア州リッチモンドへ移り住み、カトリック系の女子だか、セインとジルトリュードハイスクールに通うことになった。 1990年、ザオプラウィンフリー賞とエリートモデルマネジメントが全米でモデルの卵探しをした。レスリーの母親は当時16歳の彼女の写真を番組とエージェンシーに送った。ジョン・カザブランカス、ナオミ・キャンベル、リンダ・エヴァンジェリスタ、イマン・アブデル・マジドといったセレブリティの審査員たちは彼女の美しさに感銘を受け、彼女は優勝した。その結果、 高校1年生の時、彼女はニューヨークへ移り、エリートモデルマネジメントと契約を結んだ。夏の間彼女はモデル業を続け、日本へ旅行へ来たこともあった。2年生になって実家へ帰り、1992年に高校卒業。その頃彼女はバージニア大学へ入りたいと思ったが、ニューヨークでモデル活動に専念するため1年生の時に中退。 モデル時代の彼女の写真は、マクシム FHM に掲載された。また、彼女は3年間、ウィリアム・エスパー・アクティング・スタジオに在籍していた。1997年、コメディ映画、プライベート・パーツで映画デビュー。1999年より主演した、ドラマ、ポピュラーで人気を集める。その後多くのドラマ、映画に出演し、2008年には、ヒット作、 アイアンマンにも出演、続編にも出演した。ありがとうございます。